じゃあ、サッカー小僧の沼田明です。よろしくお願いします。今回のテーマは、サムネにも書いてると思うんですけど、東京オリンピックサッカー日本代表はどこまでいけるのかということについて話していきたいと思います。まず日本が入ったグループはこちらなんですけど、初戦が身体能力の高い南アフリカ戦、2戦目が2012年のロンドンオリンピックで金メダルを取ったメキシコ戦、最終戦が優勝候補の一角でもあるフランス戦となっています。もちろん全試合大事なんですけど、やっぱグループリーグ3試合っていうのを考えると、まず初戦で勝つことが一番大事だと思うんです。南アフリカはアフリカ予選の3位決定戦を PK 戦でガーナを破り、オリンピック出場権を獲得しました。日本は6月にガーナと親善試合を行い、6対0と完勝を収めているんですけど、単純に考えると特に問題はないのかなと思いますけど、そう簡単にいかないのが国際大会やと思うので、油断せずいつも通りの力を出せば何って問題ないんじゃないかなと思います。2試合目のメキシコ戦はやはり相手ゴールキーパーのオチョワ選手の壁をどのように攻略していくのかがキーになるかなと思っています。そして個人的な経験談にはなりますが、僕中学2年生の時にU15のプレミアカップで全国優勝をした時に、夏休み世界大会に行くことになって、その時の優勝クラブがメキシコのパチューカやったんですよね。決勝戦オールドトラフォードで見てたんですけど、もうなんか同じ人間とは思えないぐらい全てにおいてレベルが高かったです。衝撃を受けた試合の一つでもあるので、まあ、今回選ばれてる選手にパチューカの選手はいないですけど、やはりロンドンオリンピックでも金メダル取ってることもありますし、なかなかの難敵かなと思います。そして最終戦のフランス戦ですけど、今大会ムバッペ選手や最近問題になっているデンベレ選手など招集されませんでした。とは言っても A 代表に呼ばれている選手が5名ほどいてるので、主力級が抜けたとは言っても強いと思います。正直でも日本代表にオーバーエイジで選出された酒井宏樹選手が最近までフランスのマルセイユでプレーしてたということもあるので、選手個人の特徴とかそういうのは共有できると思うので、そこの対策プラスチームとしていかに戦うか、そこが鍵になると思います。過去にはやはり優勝候補と言われたスペイン代表を破ったこともありますし、今回も十分やり合えると思います。僕が日本代表の中で注目している選手はやはり背番号10番の堂安律選手です。オーバーエイジの3名の合流は主に守備的な選手が多くて、守備の面での安定は大丈夫だと思うんですよね。センターバックは A 代表でも組んでいる吉田麻也選手と冨安選手、この2人の守備は素晴らしいし、やっぱ取ったボールを後ろに簡単に下げるんじゃなくて前に前につけていくことができるのが一番大きいかなと思います。奪ったボールを後ろに下げてしまうと相手の矢印がそのまま前に来てしまうので逃がすことができなくなるんですよね。やけど前につけることによって相手の重心が後ろに下がるので、そこから解放して逆に展開するなどできるので、真ん中に前の選手の存在感っていうのは大きいかなと思います。でここからやっと堂安選手の話になるんですけど、
やっぱ中学生の時から知ってるんですけど、まあもう体ができてて能力も高いし素晴らしい選手やったんですけど、試合見ててもやっぱり簡単に失わないとか、左足での最後の質が素晴らしいものがあるので、2列目の右サイドに入るかなと思うんですけど、右サイドバックの酒井選手の攻撃参加を使いながら自分でも中にカットインしていけるっていう右サイドの攻撃力っていうのはキーになるかなと思います。で、右サイドはこのような形で、まあ、久保選手かもしれないですけど、左利きの右サイドハーフと酒井宏樹選手の攻撃参加で崩していく形になるんですけど、逆に左サイドは相馬選手や三笘選手の個人の力で剥がしていくことができるので、日本の攻撃陣だいぶ魅力的やと思います。ってことで、日本は今回優勝できるのかっちゅう話ですよね。僕的にはグループリーグの突破は問題ないと思ってます。で、僕が気になってるのはグループリーグ突破した後の初戦ですよね。ベスト8でどこと当たるのかっていう話で、まあ、グループ B の1位か2位かどっちかと当たることになるんですけど、ここで韓国と当たっちゃうとちょっと怖いんですよね。ブラジルとかドイツとかそういう国よりも一番気をつけないといけない相手かなと思ってて、2012年のロンドンオリンピックの時も3位決定戦で韓国に敗れて銅メダルを逃したりと、世代は違えど必ず立ちはだかる壁になるので、いずれは倒さないといけないとは言えど、ベスト8で当たりたくないなっていうのが僕的には思います。最後になりますが、結論として日本代表は今回自国開催である東京オリンピックで優勝できると思います。はい、やはりオーバーエイジで加わった3名の選手が若い選手の能力を最大限活かしてくれるなって思うし、同世代として絶対金メダル取ってほしいです。みんなでしっかり応援しましょう。無観客ですけどテレビの前から声援送ってください。お願いします。ということで今回は以上となります。日本代表優勝してほしいと思ってる人、高評価してください。そして初めて覗きに来たよって方や、まだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、サッカー小僧の沼田幸でした。